KTC 放送局の店長です。晩は。はい、こんばんは、おはようございます、こんにちは。というわけでですね、今日も始まりました、KTC 放送局の店長です。太ったんでちょっとバルクが上がりましたよ、ね、バルクアップしましたね、ちょっとね、太ったんでね、はい、というわけでですね、今日も始まりました、店長です。A 店長です。はい、でですね、まあ、今日のちょっとお話はですね、ちょっと気になることが最近ありまして、うん、あれ、俺もしかして死んでるみたいな瞬間ってありません？あれ、俺ってあの時もしかして死んでたんじゃねみたいな、俺今死んでんじゃねみたいな時ってたまにありませんか？どういうことかと言いますと、なんかふとした時に、あれ、俺ってあの時もしかして本当は死んじゃってて、もしかして死んでることに気がついてないだけみたいなね、瞬間があるんですよね。ついこの間もですね、ちょっとまあ友達とカラオケ行ったんですよ、2人でね、うん、すごく狭い部屋でですね、まあ本当に3畳あるかないかぐらいじゃないですか、すごい狭いカラオケだったんですね。で、2人でまあやってまして、で、ポテトね、頼んだんだけど、来なかったんで、催促したんですよ。すいません、ポテトがしばらく来てないんですけど、そしたら、あ、注文入ってませんでした、すいません、今持ってきますね。あ、ちなみにハイボールと、ビールもちょっとまだ来てなくて、飲み物だけでも先持ってきてもらっていいですか、そしたら、あ、それも注文入ってないですね、って言うから、マジっすかって、わかりました。じゃあ、とりあえず持ってきてくれればいいんで、よろしくお願いしますって来たんですね。で、まあ、おばちゃんが、持ってきたんですよ、こうやってドア開けて。すいませんこれ、ハイボールと、ポテトですね、みたいなね。あれ、ビール来てないよと思って。で、俺がここに、電話こうやって持って、っていうか電話があるから、ここにいてね。で、ここにドアがあって、おばちゃんは向かいからこう入ってきて、まあ、こっち部屋があるとしてさ、おばちゃんは、その、俺の友達に向かって、すいませんって言ってのね、ビール来てないんですけど、みたいな感じで友達が言って、あ、すいませんみたいな。え、なんでポテトとハイボールだけ持ってきて、私のビールだけないのみたいな感じで友達が言ってるわけですね。で、俺がここで、受話器、あ、店員来たからと思って受話器置いて、すいません、追加で、カラオケボイスドリンクも頼んでもいいですかつっての。この距離だよ。ここにおばさんいんだよ、おばさん。まあ、あっちは向いてるけど、ここにいんだよ。俺ここね。すいません、カラオケボイスドリンク頼んでもいいですか追加で。お会計、まあ、お釣りが、ね、これですね。はい。すいません。ね、ビールをすぐお持ちしますね。っていうからね。あ、すいません。ビールもそうですけど、カラオケボイスドリンク追加で頼んでもいいですかね。ってのに。はい。今すぐお持ちしますんでね。ビール。はい。ん？カラオケボイスドリンクを追加で頼んでいいですかね。おばさん。はい。うん。つって、俺ここで。なんか、おばあちゃん、俺この距離で話してんだよ。カラオケボイスドリンクも追加でいいですかねって言うのおばあちゃん最初気がつかなくて、で、戻るときに、え？うん、みたいな感じで、いや、俺の声に気がついてんだよ。え？は？って言っちゃったんですよ。え、カラオケボイスドリンクって、ここだよ、ここにいるんだよ。カラオケボイスドリンク追加でしたね。え？うん？うーんって言っちゃったんですよ。なんか俺がもうまるでここに、真横にいる俺の存在が、ないもののようにですね、なんか声だけどっかで聞こえんぞ、みたいな。え？何？この部屋怖いんですけど、みたいなおばさんも。え？どっかで声聞こえるんですけど、何何？みたいな、モニタリングの心霊モニタリングみたいになってんの。いやいや、カラオケボイスドリンク追加したのに。って言って、いやいやいや、何？え？あれ？その時ですよ、思ったのは。あれれ？あれ？おかしいなぁ、おかしいなぁ、怖いなぁ、怖いなぁ。もしかして俺って、死んでる？あの子には俺のこと見えてるけど、他の人にもしかして俺見えてないのか？そんな気持ちにさせられたんですね、ええ。まあ、その一週間くらい前ですね、ちょっと女性関係でね、ひどくショックを受けたので、ええ。スーパーダブルパンチを女性関係でちょっと受けまして、もうスーパーショック受けたんで、あれ？俺あの時もしかしてショック受けすぎて、
自害してる？あれ？俺自決してるみたいなね。あれ？俺自決してるみたいなね。あれこれか俺？俺これみたいな。あれねみたいな。アイキャンフライしたみたいな。あれ俺死んだことに気がついてねみたいな。ちょっとねえ、俺見えてるよね。見えてるだ。でもあのなんかおばさん、なんかねえ、見えてなかったね、ケンタのことねって言うから。俺生きてるよねって。まさかお前ずっと俺と付き合い長いから俺が見えてるだけで、俺他の人に見えてないではないよねって。大丈夫だよ。あんたの会計あんたのカードで払ったじゃんって。そうだよねって。そうだよね。俺生きてるよねって。死んだことに気がついてないの俺だけとかじゃないよねって。違う、絶対違うって。普通に生きてるってって。そうだよねって。でも待てよって。そう言えばなんか思い当たる節あるぞって。あの時だってそうだよ。遠回りをした自転車の帰り道、背中に暖かなこと感じてた。声が裏返ったらもしかして死んでるから。違う！それは関係ない。いやでも待てよ。もしかしてあの時。やめようか。長くなるかそれは。なんかね、最近ふとそういう時あるんですよね。昔もね、ちょっとね、なんだ、一回家の、近くに雷がボーンと落ちたんですよ。その時たまたま俺外にいて、俺と本当に目と鼻の先、15、6メーター先ぐらいに落っこったんですよ。でも目の前がファーンって真っ白になって、もう吹っ飛んで、ボーンっつってね。あの時も俺もしかして俺死んだ？あの時本当は俺が死んでて、ね、自分が死んでないことにね、俺だけ気がついてないんじゃないかっていうね、時にね、そういう妄想に駆られた時期もありましたね。病気ですかね、僕。精神的な。でもたまにありますよね。自分は死んでてね、本当に人から見えてないんじゃないかとかね。自分だけ死んでることに気がついてないんじゃないかみたいなね。なんていうか、シックスセンス的なね。そんななんか、ブルース・ウィリス的なね。なんか、そういう妄想に駆られる時期ってありますよね。中二病かっていうのね。どうなのかなってたまに思いますよ。僕生きてますよね。なんか、たまに信じられなくなるんですよ。なんか最近人生うまくいってんなった時って、これ夢じゃないよねみたいな。寝てるね。もう植物状態になってる自分が見てる夢とかじゃないよねみたいなね。あの時の雷に打たれて本当はね、今も意識不明でね、もう意識が戻らずにね、本当は病院で寝てる俺がいるんじゃないよねとかね。なんかもう、そういう風に思っちゃったりするんですよね。たまにね。ネガティブなんですよ、僕は根が。本当に。なんかもう、ネガティブアメリカンって感じですね。違うかー！つまらん。つまらんな。ネイティブアメリカンとネイティブ、ネガティブアメリカンをちょっとかけたんです。はい。ね。説明するほど寒いことはないよ。本当にね。生きてるでしょうね、きっと。生きてると願いたいですね。死んだらおしまいですからね、きっと。わからんすけどね。セカンドステージみたいなのが用意されてるかもしれないですけども。わからないですからね。というわけでね、なんかこの間ちょっとカラオケでね、ちょっとゾッとした瞬間ありましたね。その後もなぜかね、俺のジュースだけ来なかったりとかね、そこはやりましたしね。あ、細い丈太郎スタープラチナス。本当になんかあの時はちょっとゾッとしましたよ。僕死んでるんちゃうかなと思ってね。本当にショック受けましたからね、僕ね。弱いんですよ、脆いんですよ。ね。自分でね、命を絶つ僕は勇気もないので、死んではいないと思うけども、とりあえず最近はいいことがあったり、落ちたり、いいことがあったりと繰り返して、今非常に情緒不安定なんで、動画にも出てますね。なんかちょっとすごいトークが、歯切れ悪いですね。キレの悪いトークばっかり最近展開してますけども、本当に申し訳ありませんから。すいません、今、情緒不安定なので、もう頭の中ぐるん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 してるんですよね。もう、頭の中で、回れメリーゴー、消していいですか？消していいですか？もう、消しますね。すいません。さよなら。えい！2、3、じゃあ！
歯切れ悪いな、これ。